白いレプリカ、その力で流絶乱の成分を高めて、マフィアのやつ以上にタチの悪いドラッグに仕立て上げたわけね。てめえら、首都から仮面たちと消えた連中か。兵ゆえのやつがいねえし、あくまで一部みてえだな。ディもう一つの夜明け、我らを新たな世界へ。白い光が見える。例のオルタードーンっていう、相変わらず気色悪いわね。しかも汚染のおまけ付きなんて。氷井度 B プラス、オーラによる連携も確認しました。汚れと虚ろなる霊気、どちらも合わせて断ち切るぞ。うわ、いや、まだだ。いい加減、出てきなさい。ふざけんなくせに、いきなり何しやんだ。な、何よこいつ。首都で現れた連中と違う。そうか、お主が。ネットか噂か、何らかの情報工作で 4SPG の妨害を行っていた黒幕ね。そしておそらくはあの石を裏から操っていた人物ですか。チッ、あのクソガキ以外に仮面どもの新手がいるとはな。はっ、揃いも揃ってクソ生意気の口を叩きやる。デマナントの一人、煽りやったもんだ。てめえらへのクソみたいな依頼をご機嫌になるよういじくってやったのに、言う小ざかしくかわしてんじゃねえぞ。ふざけんじゃないわよ。悪意を持って 4SPG を歪めて民間人まで巻き込んでおいて。少年の腐った野郎なのは間違いなさそうだが。お主、どうも他の者たちと毛色が違うな。ええ、公園に現れた3人とは違って下世で性格が悪そうなだけというか。だと、楽園の落とし子風情が。貴様、よくもそんな。言っていいことと悪いことがわからないみたいね。気にすんなれ、本性見抜かれて口走ったよまいごとだろ。はい、あの島で先輩が乗り越えたものを私たちはちゃんと分かっていますから。アニス、バンさん、そうね、あなたは何者ですか。本当の声まではわからない。でもどこか引っかかる口調。そしてどうやら引っかかってるのは俺とアニエスだけみたいだな。その辺にヒントがあるんじゃねえのか。せいぜい妄想を膨らませてろよ、若ず。冗談ばかり連れていい気になりやがって。それよりはきっと発達専門外だ。
手なわけでとっととやっちまいな。うかつ。いつ現れやがった。てめえふざけんな。なんでぶっ放さねえ。せっかく俺様が引きつけて完璧なタイミングだっただろうが。なぜ自分があんたの指図を。我々には上も下もないというの。こちらの目的は戦力分析。最初からそう言っていたはずだが。ぐっ、このクソマグ。あんたはそいつと違ってゲスな少年じゃなさそうだな。確実に何人かやれた。それを見逃すってのもムカつくから。それが必要で、任務内容ならば自分は石膏。お前たちの力をただ測るためにこの場で待っていた。昨日も見ましたが、見たこともない形状のアサルトライフル。プラズマ機雷といい、すごい性能みたいだけど、そんなものを一体どこで。かといってどこかの正規軍じゃない。他の仮面の人たちはともかく、あなたはどこの団の所属なんですか。それを明かす非正規兵がどこにいる。では威力偵察を始めよう。鬼、エグゼキューターっつったか。どうしてイクス君以外の人も。いえ、あの時の個体とは違います。まさかそれぞれが刺激しているの。お前らの戦力じゃちょっと厳しいかもしれねえな。クソったるな夜明けの前に一足先に女神のケツでも舐めてくれや。ふざけてんじゃないわよ、このオゲレツ野郎。おそらく百戦錬磨の強者、鬼との連携も含め最大限に備えよう。ええ、ブリッツにグレンダル、使えるもんは全部使うぞ。ウーラ、迎撃を開始します。アンガージュマン。高ぶれクラインフォース。ありがとうございます。悪くねえ。ガンガン行くぞ。入る。ケンチインヨボンギャッコーハ六号章。出せません。支援します。バンさん、スキル悪くない粘土だ。来るかもしれない。未熟な実戦経験にしてはな。あなたは一体。強気に行きなさい。任せた。覚悟を決めな。お断りします。あなたのような人には負けません。この鬼が相手だとしても。だけおやら舞い踊れ。静け。来てよ。一時離脱する。行くぜ。
はようこそ私のお茶会へ。そのまま眠りなさい。グラウネラランです。やってくれたらてめえら、ま、こんなもんだろ。精進あるのみ。当然だな。まだまだ成長中なの。もっと映えそうだな。なるほど、想定よりやや上か。くっ、化け物かよ。まるでカムシン、あの兄貴にも届くような。フェリちゃん。改めて問います。あなたは一体誰ですか？あなたの戦術もクラフトもどこか懐かしいのに私は知らない。一体どうして？シャード障壁も好きだらけだぜ。好きだらけはそっちじゃろ。五の方、霞落とし。お見事。何？お目汚しをしたわい。操られた者たちも全員落として火星に任せたゆえ安心召されよ。何から何までかたじけない。ふざけんじゃねえジジイや。こうなったらあのモードで。おっと、させへんで。あたたた、な、なんだてめえが。ミラベルさん、どうしてあなたがここに？ MK は全社挙げて専念すると。いや、事情があって急遽こっちに半日出張に来てな。今病院のエントランスなんやけど、すでに警察と遊撃士がそちらに向かってんで。そうですか、よかった。警部さんとギルドの人たちがちゃんと対応してくれたみたいね。これはいたろ。初期の目的と戦力分析は達した。レプリカを。だからどんなチートだよ。消えた。分子構造の崩壊。いえ、それだけじゃないわね。ん？元気。いや、厳選にマルドゥック総合警備保障だったか。アークライド解決事務所と合わせて戦力分析への協力に感謝する。ここも用済みだしな。せいぜい意味もなく調べてみろや。無邪なアークライトども、次会った時は吠え面かかせてやるからよ。待って、まだ話は。おい、大丈夫か？ギルドに警察の魔獣の方は大丈夫でしたか？ああ、途中でいきなり力が弱まったってのもあるが。白い波動が消えていったけど、やっぱりレイの装置が関係してたわけ？ええ、黒幕たちに持っていかれてしまったけど。こ
なり衰弱してるな。担架を持ってこい。首都警察に連絡しろ。ダサギ警部に。そろそろ日没か。到着早々やり合うとは思わなかったが。あなたが来たのは危機管理 AI がこの町に反応したからですね。ミラベルさん、フェリちゃん、リゼットたちもお疲れ様やったな。答えはイエスや。それで GM に掛け合って来させてもらった。ちなみに危険度評価はアンノーン。この時点でも変わってないみたいや。チッ、例のシステムか。気味悪いくらいに当たるみてえだが。でも判定不能って。ネメス島はトリプル S だったそうだけど。ええ、私も聞いたことはありません。正直運用を始めてから初めて出た前代未聞のステータスでな。そちらのご老人が残ってくれたらまともな評価になりそうな気もするけど。すまんの。結果を受け取ったら夜のうちに出発する必要があってな。獅子殿とは久方ぶりゆえ、ゆるりと飲み明かしたかったんじゃが。それは残念。とはいえせめて一献くらいはお願いしたいところですが。その、先ほどから重ね重ねありがとうございました。もう十分察しはついてるが、あんたが噂の剣仙殿ってわけだな。ほうとう者の裏弟子がいろいろと世話になっとるらしいの。末弟子との縁もできたそうじゃが。八王一刀流をかつて開いたユン・カーファイというじじいじゃ。まあバレとるようじゃからぶっちゃけると侍衆イカルガの先代刀流でもあってな。はあ？あのシズナさんのところの大陸東部最強の両兵団。なるほど、関係がありそうとは思ったけど。改めてよろしく頼むぞ。狭間を行く解決屋に和コードたちよ。しい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。確かに受け取った。文句なしだな。当然の結果かしら。
しいな。バーゼル天文台地下については黒、いよいよ最低の時は迫りつつあるだろう。オルテシア・バルタザール両家の独断専行はそちらに抗議させていただくとして、騎兵なら心配無用とは思うが、万が一にも手心を加えられぬよう。ああ、使命なんは俺も分かっとる。あいつらかて守護騎士、己の印に背くことはそもそもできへんやろうしな。あの両名に限って言えばそうとも限らぬのではと言いたくなるが、伝えるべきことは伝えた。そちらの最終裁定をお待ちしている。どこから横槍が入るかもしれぬ状況、お気をつけ召されよ、グラハム卿。ああ、了解や。今のってイスカリオンの副兵長さんだよね。いつもしかめ面してガチムチっぽい。下砲を狩る仕事か。しかし向こうも動きがあったのか。なんかセリスにリオンとやり合ったとか話してたけど、それ以外とも戦ったみたいだね。ちょうどバーゼルにはトールズ、リン君たちが言っていたはずだ。有名な理科大学の天文台の地下に眠る秘密をめぐって争ったというところかな。たく、説明の手間が省けて助かるけど、その通りや。現在あっちで解析中やからはっきりとしたことは言えへんけど、それでもかの人物が想像以上にでかいペテンを働いていたのは確かみたいやな。ペテンか。正直聞きたくなかった言葉だけど。だがいい加減もういいだろう、かの人物なんて言い方は。半世紀前、動力革命をもたらしたエプスタイン博士の三皇帝の一人、カトルの祖母で、前回の事件で俺たちも世話になった恩人と言えなくもない人物。ラトーヤ・ハミルトン博士、彼女があんたの下砲狩りの標的なんだな。ああ、そうや。察してはいたが、改めて聞くと衝撃的と言わざるを得ない名前だな。そうなの？私は一度話したくらいだけど。ああ、それだけ三皇帝という存在はゼムリアの人間にとって特別なのだよ。Thank you.
その光景こそ私がかつて行ったどしがたいほどの欺瞞の産物、本来あるべき光景だったのをすり替えた観測結果なのですから。博士はまだ例の場所に？これからお迎えに上がりますよ。ええ、お手数ですがお願いします。今日中にバーゼルに戻りたいので、近くまで来てくれたら解除しましょう。ふん、察するに20年前にあったすり替えとやらに関係する場所かな。おそらくは干上がりかけたオアシスの水位を復活させたという利水工事についての。ええ、事前に教会方面でも調べたんですけど、詳細がまるでわからへん結果でして、当時の工事記録、関わってた住民の証言、改めて手分けして探ってみるとしましょう。夜に回ってもよかったが、あいにくこの雨じゃ厳しそうだな。気象予報だと22時には上がるらしいから、明日はちゃんと回れそうだけど。少しは涼しいといいけど、湿度もすごいことになりそうな気がする。そっかそっか、そろそろやむのか。覗いてみるつもりかね。だったら付き合わせてもらうな。へー、ほー、ふーん。あ、昼間行ってたエッチなお店ってところに行くんだ。ああ、ラピスは聞いちゃダメだ。いや、昼間あったサーラちゃんが特別ゲストとして出演するそうやし、むしろ顔を出さへん方が失礼かなって。本音は？やっほー、ポールダンスショーとか久しぶりやな。かぶりつきで見させてもろて、チップもバーンと弾ませてもらうで。はい、今の録音したから。やっほー、ポールダンスショーとか久しぶりやな。で、仕込んでたんかい。つかどこに送るつもりや。チップもバーンと弾ませてもらうで。ケビン最低、アイン総長にも報告しておくから。だから君はどこまで俺のこと調べてんねん。ちなみに今夜のサーラ城の出演は芸術性の高いバーレスクになるらしいが。ああ、事務所がうるさそうだしな。まあ御前様にはならないようにしてくれ。おいしいおつまみが出たらお土産もね。Thank you.
郷でローリュは何度か入ったことがあるけど、このハマムもグッドですな。ローリュより温度も穏やかだし、なんだかわからないけどふにゃーってなっちゃうかも。毛穴や汗腺っていうの、それが開いてるような気もするし。ローゼンベルクテクノロジーがどれだけなのか改めて謎だけど、まあ毛穴まで隅々綺麗にはなりそうだよね。むふふ、これでお肌ツルピカになれば、スーちゃんも改めてメロメロに。いいな、いいな、彼氏とラブラブみたいで。スインさん優しそうだし、ナーディアちゃん羨ましすぎるよ。ああ、私もかっこいい彼氏どこかに転がってないかな。リヒヒ、それほどでも。シャーちゃん映画とかも出てるんだし、かっこいい俳優とか出会えないの？事務所もうるさいし、人柄まではなかなかわからないからね。残念ながらお姉みたいに運命の出会いはしていないのだ。もうだからバンさんはそういうのじゃ。ああ、やっぱりそうなんだ。いや、前にバンさんたちから紹介された時にピンときてたけど。なになに、サーラとバンがどうかしたの？なんでもないですよ、ラピスちゃん。そもそもいろんなご縁がありそうですし、私なんかの出る幕なんかじゃ。そんなことないって。あのお兄さん割とこじらせてそうだし。趣味とかこだわりとか男のめんどくさいとこ集めた感じだしね。他にも応援したい面々はいるけど、恋する乙女の相談には乗らせてほしいな。ナーディアちゃんまで。まさかこんな場所でナーディア様とお会いできるなんて。いえ、先ほど飛行船でこちらに到着したばかりでして。ご無沙汰しております、ナーディア様。サーラ様にシャヒーナ様も。
昨日話した新作映画の打ち合わせでいらっしゃったんです。サーラさん、シャヒーナさんとは中東公演の打ち合わせもあるとか。ラピス様でいらっしゃいますね。お噂はかねがね。エルザイムのジータースバールと申します。ですが、あら、前に伺ったより大きくていらっしゃるような。それは光栄ですわ。恐悦至極に存じます、ラピス様。そんじゃ腹ごなしを兼ねて軽く伝統地区から回ろうか。雨上がりでムワッとしとるし、ちゃんと水分取らなあかんで。了解。でもなんか急におかんっぽい感じ。誰がおかんやねん。誰が。一応